ボボです。びっくり麺放送記念セットが届いたぞ。別々に注文するから中身もろバレ。最初ロココセットだけにしよう思ったんや。天使が悪魔になっちゃった箱増えすぎるもんな。まだ未開封の一箱あって、さらに二箱追加やからな。三箱。ロココ出た。折り曲げ事故になってないな。そしてヤマトの方も。あ、ここのガムテープ確かに違うな。ロココの方は透明テープ。なぜじゃ。わからん。シールの入れ忘れか。セットの中身わかるようにするためか。ヤマト出た。シール不安定。これはもう取り出してコレクションファイルに入れる。まずはロココ。裏は武井先生のフェニックス。これが表のシールも作ってほしいよな。表グリーンハウスさんのイラストとアニメ版。スリーブに入れます。スリーブはマンダラケさんのを使用で、リフィルのいくつかはやりくりターボさんの使ってるんやけど、取引先が倒産したんだって。ええ。今後同じリフィルが手に入るかわからんけど、 SNS 等で報告待ちやね。はい、ヤマト。他の赤人士もシール化してほしい。びっくり麺シールチョコを出せば全て解決なんだが、発売される気配がない。なぜじゃ。版画の赤人士のシールがご時世的に問題だからか。それは作らなくてもいいだろう、普通に合身シールで。というわけで、びっくり麺放送記念セットシールでした。イラスト部分が透けてないのがいいね。ではでは。